チャオチャオ、皆さんこんにちは、シンクと申します。そうそう、そういえばね、このゲオセールの時に私欲しかったゲームがねあったんですよ。こちらですね。はい、この辺のソフトをね狙ってたんですけどもね、なくなってましたね。ちなみに狙ってたソフトでゲットできたのって1本だけかな。あと何個かもっとあったんですよ。それこそ、かまいたちとかかまいたちの夜とか、ああいうのも買えたらいいなと思って探してたんですけども、もうどこの店舗もなくてね、ちょっと残念だななんていう気分になりました。そうそう、結構ね、びっくりされるんですけど、15店舗ほど本当に回ったんですけど、もともとの私の、道筋だったら11店舗ぐらい、もともと本当に行く予定で、そう、10店舗は全然余裕軽く超える予定で、私は予定組んでて、っていうのも、うちの近所ありがたいことにね、何店舗？去って行ける店舗数で3店舗。で、その他、に、行ってる店舗さんで、でか、ちょっと遠いんですけど、そう、そのちょっと遠いところに行くまでの間に、ある店舗も結構あって、そう、それこそ今回、ね、結構爆買いというか、爆買いってほどまでないんですけど、がっつり買ったところが、今回ね、お見せするところ、もうお見せするじゃないか、今回、ダーって出すところのメインで買ってるところなんですけど、ね、あ、それこそこれですね。さっき出てた、パラサイトイブとか、この辺のソフトが欲しかったところなんですけど、そこの店舗さん、本当にね、在庫量が多くて、この間もね、別の配信者さん、ここすごいな、24時間店舗ですごく在庫が多いですよって、ね、ツイートもされてたぐらい。多分動画にもなってんじゃないかな。そう、私はそれを、ね、前回の、夏のゲオセール、そう、480円、違う、半額セールの時にね、初めて知って、わ、すごいなと思ってて、またここ来ようと思ってたら、まさかのレトロゲームのね、在庫処分で次に来るとは思ってなかったんですけども。でも本当にレトロゲームもめちゃめちゃあったし、その他のゲームもめちゃめちゃあったんですよ。本当はね、50円の時もね、何残ってんだろうを見に行きたかったんですけども、残念ながらね、それは無理かなって思ってるので、まあ時間があったら、この終わりまでにね、もう一回ぐらい時間があったら、もう一回だけ覗きに行こうかなとは思ってるんですけどもね、まだちょっとわかんないですね。80% も始まって土日超えちゃう後だから、無理かなと思ってるんですけど、行けてね、最短行けてね、水曜日とかなんですよ。だからね、まあまあ、気楽にね、いようかなって思っております。はい、ということで今回はね、そのね、店舗さんで買ったゲーム、基本的にそこでね、ガサって買ったのね、私じゃなくて旦那がね、バサって買ってたんですけど、私が買ったのでもその店舗さんに2本ぐらい、そのうち1つがね、もう紹介してると思うんですけどね、はい、これですね、これを買った店舗さんですね。その他もね、だからいっぱいあったんですよ。パラサイトイブとか、プレイステーション1、2も多かったし、PSP もあった、いっぱいたくさんあったんですけどもね、まあ控えめに買ってきたんで、その時はね。そう、もっと買っときゃよかったなってちょっとね、未だに思ってます。もっと買っときゃよかったかなって言っても、すでにその店舗で10本ぐらいね、バサって買っちゃってるんです、なんですけどね。はい、ってことで、そちらの動画ね、動画じゃないわ、購入品のね、メインだったところ、メインで買ったところをご紹介していきたいなと思いますので、見やすい画角に行きましょう。レッツラッゴー。はい、ってことで、見やすい画角にやってまいりました。行きましょう。今回もですね、はい、こちらに値段の表示書かせていただいております。一応私が読み上げるのは多分通常料金を呼ぶことが多いので、ここの価格、価格をね、参照にしていただければなと思います。ではでは行きましょう。まず1本目、今回はね、どちらかというと旦那がバサって買った、ね、ゲームのソフトたちをメインにやっていきたいなと思っておりますので、そちらから行きましょう。どっちが先だ、こっちかな。はい、1本目、こちらでございます。ドラゴンボール Z3 かな？ドラゴンボールでございます。やんのって思いながら、そう、やる時間あるのと思いながら、まあまあまあ、買ってらっしゃったんですけどもね。まあ、やるときはね、多分、いずれ来るかなと思って、ね、購入しておりました。結構ね、ジャンプのやつをね、メインで買ってらっしゃいましたね。
あーそうか、シューってなっちゃってるのかこの子。わあ、それはちょっと残念。まあまあ仕方がないですね。読み込めばいいな。はい、ってことで1本目はドラゴンボール Z3 っていうのでございました。合ってるわ、 Z3 って書いてるね。ドラゴンボールね、ドラゴンボールのゲームもそんな持ってないんでありかなって思ってあります。続いてこちら、はい、こちらもドラゴンボールでございます。ドラゴンボール Z スパーキングっていうことで、あれだね、これ M って書いてるからなんだっけ、なんかあれだよね、規制されたやつだっけ。操られてるんだったっけ、違ったっけ、なんかそんなんだよね。あ、ニニュー特選タイル。ドラゴンボールそんなにね、私知らないんであれなんですけども、まあまあ楽しそうだよね。アニメはね、ちょこちょこ見てましたね。そう、ちょこちょこ見てました。ちょこちょこ見てるけど、まあ、そんなしっかり見てないんでね。実際何が何って、ね、どういうストーリーだったかってざっくりしか覚えてないですよね。全員の名前言えるかって全然言えないしね。そう、フリーザ様とセルはわかる。あと、ブーもわかる。これわかる、あれだよね。悪い方のブーだよね。こっちで言えよ、確か。ね、なので、まあまあ、また時間あったら見よっかな。ただね、昔のね、ドラゴンボール結構見るの大変なんだよね。なかなか悟空来ないからね。そうそう。20分とかのね、時間をね、一周で、ね、何話分 ?1 ヶ月か2ヶ月分。だから、8話分ぐらいかけてね、時間を短縮していったりとか、もう早く来いよってね、よくなるやつでしたね。さてさて、続いてもね、ジャンプ漫画なんですけども、どれが1本目になるんだろう。ちょっと待ってね、発売日中に出しましょう。そう、ゲオさんのね、素敵なところってね、発売日書いてくれてるんですよね。そう、さっきもね、そうなんですけど、ここね、ここにね、発売日って書いてくれてる。これすごい素敵だよね。あ、こんな時に出てたんだみたいなのがたくさんあります。では一番初め、1本目こちらでございます。ナルト、ナルティメットヒーローってことで、一番初めでございますね、こちら。はい、まあまあ格闘ゲームに、ね、格ゲーの一種になるのかな、ストーリーを追っかけるやつですよね。よいしょ。おー、ハガキついてんじゃん、すごい。ナルトはね、この辺は見てたんで、私もこの辺はわかりますよ。この辺は見てたんでね。そうそうそう、ナルトね、一番初めのところですよね。多分ガーラがいるんで、下人のね、あれまであるんじゃないかな。いや、でもジライア様いるな。ジライア様いるからあれか、もうちょっと先まであるのかな。ジライア様のとこに行くまでのお話なのかな。ナルティメットヒーローってことで、はい、さあ本日3本目はね、こちらナルトのソフトでございます。ナルトもね、どんどんやっていきたいですね。今ねアニメボルトやってますよね。私全然その辺まで終えてないんですけどもね、どこまで、そう、それこそ今私ね、カナヤ見てたんですよ。半月前じゃない、半年前ぐらいに見てた時はあれなんですよ、ジライアのところに修行に行くまでのなんかね、OVA 的なところで止まってるんですよ。だからね、ジライア様とも行けてないんですよね。あそこでね、多分ね、一番初めに見てた時もあそこで間延びして私やめちゃったんですよ。次に行かねえっつって。そうそう、でなんかね、気がついてね、久々に見たらすでにね、みんな中2になってたとかして、ちょっと大人びてる格好になったんですよね。覚えてないや。まあまあ、そんなことはさておき。続いてね、同じでございます。ナルトのナルティメットヒーロー2でございますね。で、失礼いたしました。2はこれどこまでなんだろう、原作的に。あれかな、サスケくん連れて行かれるところぐらいまで、あるのかな、そうなのかな。わかんないな。オロチマルさんもいるもんね。でもサスケ、あれだ、暁出てるんだね。どこら辺までのものなんでしょうか。あ、これもあれですね。入ってますね。あ、すごい。同じ人のやつ、あれかな、弾けたのかな、もしかしたら。入ってますね。よいしょ。ほら、綺麗だもんね。綺麗だもんね。同じ型のやつかもしれない。よいしょ、いいですね。どの辺までなんだろう。ね。
いいね。RPG モード、これが、あ、そうなんだ。RPG モードもあるんだね。楽しい。これやりたいな。配信できたらいいな。ちょっと楽しそう。なると、これをゲームをやって、漫画のアニメのストーリーを追っかけたいね。ではでは続いてこちら、ナルトのナルティメットヒーローの3でございます。3、あ、ここであれか、サスケくんいなくなるんだね。この子たちいるもんね。名前忘れちゃったや。そう、なるほどね。そうか、ここでな、あれか、サスケいなくなるのか。すごい、U の章豪華2枚組ってことで、 A の章、こっちはあれなんだね、連動アニメ DVD なんだ。上人 VS 下人によるこの葉無差別大乱戦、ここだけしか見られない物語、完全新作アニメについて実現。すごいね。そうなんや、これ見よう、ゆっくり見よう。そうなんや、 DVD というかゲームオリジナルストーリーがあるんだね。これは楽しそう、いいですね。よいよいしょ、入ってますね。 OK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 、 これ見ないとね。あ、今度はあれだ、ないわ、残念。もうここまで来たらあるかと思ったけど、まあまあたくさんね売られてるからね、その中の1枚なんで仕方がないですね。これ見たいですね。よいしょよいしょ、ということで、ラセンガン赤くなってるね、いいですね。このさ、このシルエットのナルト結構好きですよ、かっこいい。ではでは続いてまだまだ続きます。はい、こちら、ナルト、これは違うのかな、コノハスピリッツっていうことで、ね、さっきまでのね、ナルティメットヒーローとは別になりますね。でも、これがその後 の作品になってるんですが、コノハの里最大の危機ということで、これは何になるんだろう、どういうゲームになるんだろうね。対戦、ストーリーもあって、オリジナルシナリオもあり、ね、なんかいろいろあるみたいですけども、よいしょ。ナルトのゲームこんなにあるんだなーって改めて思いましたね。そう、こんなあるんだと。そう、バッサーって、おー、これはでも拭いたら大丈夫だね、これね、大丈夫だよね。そう、バッサーっていっぱいあって、ガッサーって旦那が撮ってました。そう、もう一本ね、ナルトってあるんですよ。そう、青いやつね、あるんですけど、それはうちあるよって言ってたんでね、買いませんでした。うちにね、ナルトのソフトね、2本あるんですよ。2本あって、まあ実は1本かぶってるんですけどね。あ、それはさておき、何がかぶってたか気になる方はね、ぜひぜひ、今年のね春ぐらいに買ってるね、購入品紹介、70円でなんちゃらみたいなやつがね、多分サムネのやつ残ってると思うので、それ見ていただければ、あ、これがかぶってたのねってわかると思います。カードさしておきますね。はい、ってことで、これが最後になるかな。はい、ナルトはこれで最後です。ナルトこちらでございます。ナルト疾風伝、そう、これね、急に大人になっちゃったね、久々に見たら、疾風伝の、ナルティメットかな、これも。そうで、ナルティメットアクセル2、1ないよ、ナルティメットヒーローじゃないんだね、ナルティメットヒーロー、そっか、疾風伝になったからか。ワンないや、ワン買ってない、そうか、ワンがあるのね、わー、もったいないな、どっかで見つけたいね、ワン見つけて買いたいですね。残念、ワンがないや。ナルティメットヒーロー2でしたね。じゃナルティメットアクセル2でしたね、残念って。これ今サスケくんの絵だから、ワンはあれなのかな、ナルトの絵なのかな、これね、ここの絵が。いやー、面白いですね、ナルトだけでさ、ね、よいしょ、こんなにあるんですよ。まああと1本あるんですけども、こんなあるんですよ、すごいよね。これパッと見たらさ、全部同じように見えるよね。ここのナルティメットだけ見たらね、全て同じように見えるんですけど、1、2、3ってね、違うんですけども。そうか、もう1個あるのか、この間に。そうか、そうだよね、3年、ここに書いてる3年4年5年、多分6年にあるんだろうね、これは別のあれなんですけども、こう、まあまあ、これがあったとしても、ここに6年目な、あれなんでね、7年目って感じ。そうか。また見つけて、これは買わないといけませんね。ナルティメットヒーローの1ですね、あと。オッケー。じゃあ、ナルティメットアクセルの1ですね。オッケー。何がオッケーかわからんけど。では、続いて、これはね、買うかどうか悩んで買ったんですけども、結局。はい、こちらでございます。
ワンピースグランドバトル3でございます。ネルフ、ネルフだっけ？ネルフじゃない。エルフだ。え、エルフ？ネルフ？ネルフ？ネウロ？誰だっけ？忘れちゃった。まあ、その辺のお話ですね。あの、空島のお話ですね。を買ってきました。買おうか迷ったんですけどね。ここの店舗さん、ちょっと遠い店舗さんだったんでね、買っちゃいました。そうそうそう。まあ、いいかと思って。ね、ワンピースはなくなってる可能性もあるし、いっかってことで買ってみました。おー、あるね。あがきもついてますね。まあ、基本的に、なんていうのかな、こういうジャンプ系のやつは、あれなのかな、なんていうのかな。まあ、格ゲースタイルのストーリーモードっていうのがいっぱいある。まあ、ベターなのかなと思いますけども。楽しそうですよね。ワンピースのゲームもね、まだ全然できてないんで、ちょっとずつちょっとずつやっていきたいですね。はい。続いてはこちら。ドットハック。感染拡大バージョン1ということで、こちらも買ってみました。ドットハックね、昔、アニメちょろっとだけ見てたんですよね。でも内容全然覚えてないや。またちょっと見直さないといけないですね。そう、この辺のね、ゲームに至ってはね、もしかしたらね、弟くんが持ってるかも、旦那のね、弟くんが持ってる可能性があって、すごいね、躊躇してたんですけどもね。いや、多分見てないんじゃないかな、持ってないんじゃないかなっていう読みで買ってみました。そう、それこそ今ね、泊まってるんですけども、実家オフシリーズの、旦那の方の実家オフシリーズの、ね、ゲームの所有者、今ね、管理してる、実家の方で管理してるのはね、旦那の弟くんなんですよ。で、弟くんのところにまだね、プレイステーション2のソフトめちゃめちゃあって、そう、持って行っていいよって言われてるんですけどね、行くタイミングがね、ね、もう緊急事態宣言があったりとか、バタバタしててね、なんだかんださ、結局夏の期間ずっと緊急事態宣言だったじゃないですか。だから結局行けてなくて、持って帰れてないのもあるんで、被ってる可能性は全然あるんです。この辺とかもね、もしかしたら被ってる可能性もあるんですけども、一応買ってみました。まあ、被ってたらね、被ってたら別にうちの所有物なんでいいかなと思ってね。旦那の実家オフのやつはね、弟くんが管理してて、あれ、貸してとか返してってなったらね、はーいって言ってば、はって渡す状態になるんでね、いいかなと思って買ってみました。そう、旦那とね、喋りながらね、いや、これ持ってっかな、これ持ってないかなとかって言いながらね、いや言いながらね、結構買ったの多いんですよね。それこそ無双シリーズとかを買ってないのは弟くんが絶対持ってるから、俺絶対やってるあいつはって言ってたから買ってないものがいっぱいあるんです。まあ、実際私もお借りしてますしね。だからとか、あ、この辺はやってんじゃないかなみたいなのがね、結構ね買ってないんですよ。そう、もしかしたら持ってんじゃないかなでね、候補に上がったのがガンダムとか、ああいうのとかは買ってない。あと RPG の、それこそ FF とかも結構がっつりされるんで、そういうのは買ってなかったり、メタルギアソリッドもう多分好きなんで買ってなかったりとか、そういうのでいろいろね、買ってなかったりするのが多いですね。ではでは、本日最後でございます。最後はこちらでございます。はい、ドットハックのね、2でございますね。君思う声かなでございます。この辺はもう全然知らない。ドットハックもう私序盤しか見てないけど、この辺のイラストの子は知らない。ドットハックも面白いんでしょうけどね、やれてないわ。やれてないとか見れてないわ。アニメどんどん見ていく。そう、時間がないのよ。アニメと漫画とゲームと、ね、3本同時にできる体になればいいのに。あと編集と。そうか、ゲーム、アニメ、漫画、家のこと編集、5人ぐらい自分増えないかな。あ、ここ入ってないや。あ、じゃあ入ってない。びっくりした。入ってないかと思った。こんなとこにいたわ。びっくりするね。この状態で入って、こっち見たらいなかった。びっくりした、今。あるね、よかった。なかったらね、あ、すいません、なかったですって言いに行かないといけないけどね。さすがにね、なかったですは言いに行っていいよね。読み込まなかったはね、あれかもしれないですけど。なかったですは言っていいと思う。いやー、めっちゃ綺麗だね、でも中身。いいね。これやりたいですね。なるほど。あれじゃない？めっちゃ綺麗じゃない？ね、ドットハック。ドットハック、こういう、あらすじの漫画こんな感じだよってね、詳しい方よかったら、ざっくりしたあらすじ書いていただければ大変嬉しく思います。は
い、ってことでちょっとね上に置いたらパツパツだったんで下に置かせていただきました。今回はねこちらの何本10本かな ご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。今回はねジャンプ寄りに結構用意させていただきました。ドットハックはジャンプかどうかは知らないんですけどまあまあその辺はねご愛嬌ということで、はい、まあ大体ね買ってるのこの辺はね買ってるの旦那のソフトなんで、私がねメインで触るのはねいつになることやら分かりませんけれども、今回はねこんな感じでご購入させていただきました。いかがだったでしょうかね。ナルトをねこんなにいっぱいあったんだとかって思ったりとかね、それこそドラゴンボールとかもねまだまだたくさんあったの結構スルーしてきてるのも今まであったので、まあ見かけてあったらまた購入していきたいなと思います。で時間あったらどんどこやっていきたいなと思っております。まだまだねあと2回分ぐらいかな、ゲオのねセール今回初日に 80% オフの初日に買ってるのねあるので、ね、興味がありましたらまだ見たいなと思いましたらぜひともね見逃さないためにもチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもはねゲームの実況動画とかあと生放送とかやってることがあるんですけれどもね、そちらもねぜひぜひお時間あったら見ていただければ大変嬉しく思います。ではでは本日の動画この辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。またね、バイバイ。